はい、大阪府の和泉市の市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊すからのイツシリーということで、令和2年2020年7月24日金曜日祝日ですが、17時36分であります。ちょっとね、まあ、他党の悪口になっちゃうんですが、国民主権党というですね、まあ、NHK から国民を守る党から立候補した、去年の参議院選挙に立候補して、今回東京都知事選挙に立候補した、国民主権党党首が、平塚君というですね、人物なんですが、ちょっとね、また寄付を集めてるそうなんですね。で、まあ、東京都知事選挙に出るための寄付っていうのは全然、それはそれで、その目的で使う分にはいいなと、に思ってたんで、選挙に出るっていう分には全然いいと思うんですが、今回何か聞いているとですね、政治活動用の車、いわゆる外線カーですね、それが欲しいから400万円を新たに寄付を募ってるというお話をお伺いしまして、いやいや、ちょっとそれは皆さん考えてくださいねと。っていうのは、選挙の時の選挙カーっていうのは、原則無料で借りることができます。選挙運動というものはですね、いわゆるこれ全然違いましてね、選挙運動というのは、これは市議会議員選挙だと7日間、都知事選挙だと17日間、衆議院選挙だと12日間なんですが、この選挙運動の期間中っていうのは、原則車代、税金で出してもらいます。で、政治活動ですね、政治活動用の、これは選挙運動期間外にできることで、基本的には年がら年中できます。で、これは、政治活動用の車になりますので、税金ではなくて、党のお金でやらなきゃいけない。あるいは、政治活動している個人のお金でやらなきゃいけないですね。で、この選挙運動用の自動車と政治活動用の自動車っていうのは、もう全然違って、こっち側は、選挙を、いわゆる選挙管理委員会からもらった、表記、いわゆるその、旗ですね。あるいは、自動車っていう表記、まあそういう許可書をですね、もらえて、駐車禁止の場所でも、車を止めて演説ができるという、そういうものなんです。で、今、その、国民主権党が欲しいって言ってる政治活動用の車っていうのは、まず、停車させることが、駐車することができません。流すだけなんです。ぐるぐるぐる。どっかに止めて、話をするっていうのは、道路使用許可をお金を払って取らないとできないもので、しかも、選挙運動というのは、このね、限られた期間なので、ある程度大きな音を出しても保護されます。でも、政治活動っていうのは、これは、選挙とはちょっと違うので、あまり大きな音でやってるとですね、これは場合によっては、ところによっては条例違反とかになったりしますし、とにかく、まあ、そもそも、車で大きな音なんて出すのは選挙運動だけで十分ですよ。私が NHK から国民を守ると政治団体として立ち上げたのが7年前です。で、そんなの車なんていうのは選挙の時にこれは税金でね、いわゆる供託金30万円、市議会議員選挙出せば、この7日間は税金で負担してもらえます。選挙が1日1万2500円、7日間で、10万円ほどですか。助成してもらえるんですよ、そもそも。あ、運転手が1万2500円で、車のレンタルは1万5800円ですね。ということは、あと、ガソリン代も出してもらえます。選挙中に、この選挙運動中の選挙カーというのは、運転手代も含めて、お金出してもらえるんですよ、税金によってね。でも、その今、平塚君が欲しいって言ってる政治活動の車っていうのは、これ、もし選挙の時に使っても、自分ところで持ってる車だと、税金に対して申請できないですよ、ちなみに。
税金使ったって言えないんですよ。まあ、あのね、いずれにしても、まだ政治団体で、国会議員の選挙に出るっていうレベルでもないでしょうしね。どうして車がいるのか。そもそも、選挙カーで、この宣伝カーで、例えば彼に喋ってもですよ、誰が聞いてくれます?どんなに聞いてくれても10人ぐらいが限界でしょ?政治団体の時って。でも、そうじゃなくて、今、佐々木さんという女性の方、おばあちゃんというところありますけど、白髪のね、60前後の女性が、座間市の方で立候補予定で、ものすごく頑張ってます。YouTube 見る限りはすごく頑張ってて、で、佐々木さんに関しては、ちゃんと駅前で、ちょっと小さめのね、拡声器で、自分の水道民営化反対と。僕これ、水道民営化反対は僕もまさに同意で、素晴らしいと思ってます。水道はやはり民営化していけない。いくらね、民営化が、いいと言ってもですね、水なんていうのは、まさに、政治の、もう、基本中の基本、リバー、あからですね、ライバル。まあ、リバーとライバル、スペルをするとほとんど同じ字なんですが、これはね、水の利権で政治は覇権を争ったっていうぐらい、リバーとライバルの、いわゆる敵対する、まあ、ライバルっていう語源は、実はリバーというね、川というところから来ているわけですよ。だから、そういうところからしても、水っていうのは、命の源で、政治が昔から水の利権を奪い取ってたわけですよ。川のね。だって、川の流れをこっちにするかこっちにするかで全然変わってくるわけですよね。川になんか変なもの、毒とか入れれば、下流の人たちはもう偉いことになるわけですよ。それぐらい、その、水というのは、我々人間にとってはすごく大事なもので、さすがにこれを民営化するというのは僕も大反対なんですよ。だから、佐々木さんというですね、座間市の女性が主張されていることって僕はすごく共感できるし、まあ彼女の、まあ人間的なことはちょっと置いといてね、僕はよく彼女のこと知らないので、ただ、多分ね、一度、あそこの海老名の市長選挙の時に話をしたことがあって、まあ自分でやったらどうですかって僕多分言ってると思うんですよ。市長があれば自分でやったらいいんじゃないですかと。まあ、それに対して、その佐々木さんは自分でまさにやっておられるっていうのは、僕はすごくそこは、好感度が高いです。ちょこちょこっと今 YouTube 見させていただきましたが、その佐々木さんについては、すごく、合理的な活動をされてて、その佐々木さんがどうも国民主権党で車をね、買うっていうことについては反対の意見を持ってて、まあ、それが理由で国民民主党をまあ離党したのか、除名になったのかわかりませんが、そのこと騒がれてます。ただ、僕は今日のこの動画何が言いたいかっていうと、やっぱり国民主権党の平塚党首と私は少なくともまあ1年前ぐらいには仲良く政治をしていたということで、まあ彼の知名度が上がったことも僕にも原因がある責任があるかなと思います。別に、なんだろう。僕は、ね、一切国民民主党の、国民主権党の話をするのは今日多分初めてだと思うんですけども、いや、さすがに、その、車、だいたい400万円の車って高すぎるでしょ。で、そんなもの持ったら、それこそ駐車場とかの維持費がまたかかるわけですよね。でも、日頃の政治活動っていうのは、駅前に立って、お一人お一人お話を聞いていただける方とね、じっくりとお話をして、ゆっくりと広めていくわけですよ、政治っていうのは。だから、まずは市議会議員選挙で当選をする。で、その市議会議員で当選して、市議会議員の報酬から、その、集めてね、報酬をいくらかずつもらっていって、党を大きくするというのが本来の道筋であってね、そもそも400万円もするような車をですね、キャッシュで買おうとする考えがわからないです。もしどうしてもっていうんだったら、ローン組むなり、リースするなりしてですね、1ヶ月10万円とかっていう形でやればいいわけですよね。それを、だって買ってどうするんだとしか思えないんですよ。うるさいだけですよ、ある意味選挙でもない時に大きな音で車でバーバーと走られたら。だから、ちょっとね、その、国民主権党に寄付をしようとする人については、ちょっと考えてもらった方がいいんじゃないかなと。さすがに僕も、責任がないっていうわけじゃないんで、
ちょっと平塚くんが今有名になってるのも、あと僕はちゃんとそういうことを教えなかったっていうことも理由としてはあるので、ちょっとね、国民主権党に今寄付をしようとされている方は、考えていただきたいなと思います。応援するのはいいと思います。もちろんね、チラシ代とかそういうものを寄付してチラシを作ったり、そういうのは全然いいと思うんですけども、さすがに凱旋の車を買うっていうのは右翼じゃないんだからね、そういうところはもう少し考えられたらいいんじゃないかなと思います。あと、まあ僕は最近常々言ってますが、令和新選組さん、山本太郎さんがですね、土地選挙1億2000数百万円もお金を寄付してもらった。それを全部土地選挙に使ったと。土地選挙では6000万円しか使っちゃいけないのに、その2倍に当たる1億2000万円も選挙で使ったと。本当にお金っていうのを間違ってませんか、政治家の皆さん。僕たちは税金でお金をもらうんですよ。国民からお金をもらうんじゃないんですよ。税金からお金をもらうから議員報酬高い政党助成金ももらえるわけですね。だからまずはビラを作って、ホームページ YouTube でやってて、ビラを作って駅前に行って市議会議員の選挙でまずは当選を目指す。で、市議会議員当選しなしたら、それで初めて都知事や国政選挙というところにつなげていくっていうのが、この国の基本的な選挙のやり方なんですよ。いきなりね、無名の人が東京都知事選挙に出て当選するわけがない。300万円の供託金っていうのはなぜ高いかっていうと、そんな無謀な立候補を止めるためにあるわけですね。で、僕のように、僕が4年前立候補したように、 NHK から国民を守ると知ってほしいというために僕は立候補しました、4年前は。で、今回はもうホリエモン新党知ってほしくて立候補しましたけども、次につながるね、ものであれば僕はもちろんいいと思います。だから、その国民主権党の考えをこうやっていくんだと。そのために立候補したんだったら全然丸です。となれば、その都知事選で訴えた、コロナの風邪っていう考えですか、そういうものを前面に出して、市議会議員選挙で民意を問う。それで当選をすれば、そこから税金からお金が入ってくるわけですから、そのお金をゆっくり貯めていけば、いずれはね、政治活動するための車が買えるお金が入ってくると、こういう順番ですから、もう何でもかんでも支持者から金をくれっていうのはもうね、これは犯罪ではないですが、ちょっとね、詐欺に近いですよ。だから平塚君これ見てくれたらね、ちょっとさすがに立候補するお金は僕は全然それはいいと思います。政治活動するのはいいと思います。でも凱旋カーを買うのに400万円も集めると、そのお金、その凱旋カーで何ができるんですかっていうことを、ぜひね、平塚君自問自答してみてください。そして、寄付をしようとされている方もぜひそこはね、考えてみてください。我々 NHK から国民を守るとは一切皆さんから、国民の皆さんから、そして企業からお金は受け取りません。もうそんなのね、お金がない貧乏だと困ってる人からお金をもらうなんてありえないことですから、そういう一般のね、国民からお金をもらったり、もちろん今度お金持ちや企業からお金をもらったら、今度その人たちに忖度しなきゃいけないから、それももらわないというのが、まあ、我々 NHK から国民を守るとの最後アンピールというか宣伝になりますが、なりましたが、とにかくね、直接国民からお金をもらうなんていうのは僕の思想からしたらありえないことで、そこについてしっかりと述べさせていただきたいと思いました。以上です。次の大阪、9月の大阪府の和泉市の市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊すからの